FM ルシンド DJ のルシンです。今日は異例の厚木から、ゲストは徳指健吾さんです。よろしくお願いいたします。なぜかランキング第1位をいただきまして、もうそのことも言いたいことがほほどあるんですけども、なんか、はい、やたら言いたいことがあるらしいじゃないですか。はい、もう、まあ、いつもなんですけど、まあ、流進堂に僕はやっぱり言いたいことが、うん、ツッコミがあほほどあってですね、うん、あの流進堂を聞きの皆様、うんうん、すいません、なんかホストでもないのに皆様なんて呼びかけて、徳指でございますけども、はい、ランキング、そろそろ皆さん怒りましょうよ、この怒りのメッセージ、はい、この腐れ放送にどこら辺が腐れなんですか。何ですか、あの最終回って。いや、あれはだから、はい、僕はプルプルしたんですよ、うん、最近怒りで、うん、最近ね、はい、最終回ブームだなと思って、はい、ちょっと寂しくなって、それはだって僕らしかわからない話じゃないですか、うん、でそれで、うん、まあ、あのすいません、流進堂のね、うん、話になっちゃいますけど、うん、なんかユウさんいらしてたじゃないですか、うん、いやいやいたいた。なんかユウさんに最終回ってなんだみたいな、よくわかんない説教してましたよね。出たユウさんが、あの一回ね、ユーファントデイを閉じるにあたり、なんか妙にこう突っ込んで、うん、続けなきゃダメだよみたいな、続けなきゃうまくなんないよみたいな、すごい真面目なトークされてましたけど、でもそれはいいんですよ、うん、その先輩後輩のお話だなと思って、そうだね、有吉に今日はやけに先輩らしいなと思って、うん、そうだね、ユウもなんか随分こうなんかね、こう反省してるみたいなこと言い出して、そうね、何を言っとるんだとか思いながらですね、その、うん、聞いていたんですけど、うん、途中でですね、うん、すいませんね、なんか本当に流進堂、うん、いいですよ、流進堂バッシングに来たんですけど、うん、あ、そうだよね。それで、うん、じゃあユウ最終回って何とか言って、うん、でユウはなんか、うん、うーんとか言って真面目に考えてらっしゃったんですよ、うん、本当偉いなあの子はと思って、うん、こんなアホな質問に、まず そこもね、なんか不憫でしょうがないと思ってたんですよ、ユウのことが。だからプルプルしたからね、はい、ユウはだって言ったら、うん、同じね、作曲学科の僕の直系の、そうだね、直系の後輩でいらっしゃいますから、うん、そんなユウに、お前何アホな質問してるんだと思ったのもつかの間ですね、流進、うんうん、さんこうおっしゃったんですよ、うん、偉そうにですよ、ここポイントですよ、うん、偉そうに言うに、うん、俺がね、これ最終回ってやったのは、うん、新たなステップ踏むためなんだみたいなこと言ってたよね言ってた、ステップ踏むために最終回必要ねえよとか思って、あとあの大久保ね、直美さんね、翻弄されてたよね、あの見事にミミミミラジオの方にもこうメールを書いていただいてですね、本当やめといた方がいいのにと思うんですけど、うん、なんか分かってらっしゃるみたいなこと流進さんが言ってね言ってた、あのすいません、大久保さんまだお会いしたことないのに、うん、あのあれなんですけど、うん、まあまあ面識ないことはないんですけどね、まあそうだね、はい、まあ、で分身みたいなものと出会ってるからね、そうですね、はい、まあ、まあリリンとは出会ってるんですけど、うんうん、何流進堂に共感してるんですか最終回の件なんかすごい納得いってるみたいな感じで、そっか、新たなステップを踏むための最終回だったんですねって違うぞと新たなステップ踏むには最終回必要ないぞと、だからあれね、 F1 で例えると、はい、90度角カーブの後に逆90度カーブっていうすごい高難易度のレースっていうか、コースがあるんですよ。ああ、そうなんですか。それに匹敵するコース僕作っちゃったんだよね、はい、90度のカーブの先に逆90度っていうさ、こういう、すいません、全然わかりませんあのですね、まず僕の怒りが芽生え始めたのは、うんうん、まあ遡ること何回前でしょうか、まあ、最終回って見た時ですわね、うん、まあ、はい、1回ぐらい前かな、まあ、最初はですね、怒りというか、うん、あ、こいつサーバーなんか変えんのかなと、うん、まあ、そうだよね、のかなと思って一応耳を傾けてたんですよ、うん、何回かに分けて撮ってましたよね、うん、3回だね、2、3回、で問題はその最終回の最後の回なんですよ、うん、というか、まあ、全部なんですけど、うん、全然最終回らしくないわけですよ普通なんですよ、うん、そうだね、はい、まとめてないしね、でポイントはその最終回の終わりなんですよ、うんうん、あ、時間来ちゃったんでまた今度普通に知り切れた、うんうん、ねえ、
そうだね、うん、うまくまとめられませんでした。そこからなんか優さんが来てなんか龍神がすごい偉そうに最終回とは何ぞやみたいなことを最終回終わった後に言ってるわけですよ。言ってるよね。あれはでも付け加えておくと優の最終回について俺が突っ込んでるわけよ。ただめちゃくちゃ自分のこと棚に上げてんのよね。まあもう本当に龍神堂はわけがわからないなとね、うん、あとこれも言いたいんですよ、うん、あの大久保さんのねお名前出たところで、うん、はい、あの耳耳 CD を買っていただいた、うん、本当に嬉しいんですよ、うん、僕は、うん、そうですね、はい、でまあそういう事務的なことはありがたいことに龍神さんが全てやられてるじゃないですか、うん、はい、アホ寿司コーポレーションね、はい、一番手下なんで。で以前はこういうことありましたね、うん、送料を、うん、何かこうおかしなことになってもあった、80円の送料を200円分請求してしまうという暴挙に出ちゃったんですよね、はいはい、まあまあそれも僕突っ込みましたけど、うん、今回も実はすごい突っ込みたいんですよ、うん、バカ CG の真実を同封してしまったということですけど、これはすみません真面目な話ですけど、バカ CG の真実は僕ら作ってないんですよ。そうなんですよ。というかプロフェッショナルな田中克樹さんと伊藤ガビンさんが、そうなんですよ、プロデュースした、あれすごい笑いどころ満載ですけど、すごい真心込めて焼かれた、うん、あれ作品なんですよね。作品なんですよ。で、ガビンさんはアホ寿司コーポレーションの方じゃないんですよ。うん、そうです。方じゃないっていうのは、ね、そのハブだとかじゃそんな偉そうなんじゃなくて、じゃなくて、あの所属が違うんですよね、うん。はい。で、あれは無料で配ってたものとはいえ、うん、あの。どうして僕の CD を売るときに、いやそれは光栄なことですよ。そうだ、事実としては光栄ですよ、うんうん、あのね、アホ寿司コーポレーションとしてバカ CG の真実となんか梱包させていただく、うん、だけど、うん、梱包しちゃいけないものなんですよ、あれは。龍神さん、しかも、はい、梱包したことにより80円の送料が200円になっちゃったんですよ。俺ね、これね、ほんと問題だと思うんだよな、うん、だから赤、また赤出しちゃった上に、うん、送料も間違え、うん、さらに送料のその込みの部分が違うだろうっていう、ね、いや僕ね、本当にね、ミミミミ CD 撤退考えてますからね、アホ寿司コーポレーション、あの移籍しようかなと、レーベル移籍しようかなと、もうちょっと我慢して、こんなことじゃ信用得られんぞと、アホ寿司コーポレーションは。何止まったん？何考えとん？反省しとん？反省しちゃったよ今。そうなんですよ。でもね、僕の考えいいですか？言わせてもらって。はい、聞きますよ一応。僕の考えとしては、はい、もう売れたっていうことは損したぐらいにしたいんですよ。ん？だからプラマイゼロぐらいにしたいんですよ。すいません、僕全然したくないんですよ。あと。うん、でおまけを充実させすぎちゃったんだよね、はい、今回、うん、なんかしおりみたいなのも送っちゃってさ、うん、しおり森塾あの牧のインド音楽のしおりそれはいいんじゃないですか。でも同封して、はい、フライヤーがね、そうそうそう、はい、あと自分の展覧会の DM も挟んじゃったんですよね。全然いいと思います。それは僕が言いたいのは、うん、アホ寿司コーポレーションなんつってんのに、うん、人の会社のものを使うな、人の会社のものを同封するってまずいだろうと。まずかったね。まずかったんですよ、あれは。今気づいたわ。放送できないですよ。しかもまた自己承諾ですよね。僕は龍神堂をハラハラしながら聞いてるんですよ、うん、またなんか龍神くんがやっちゃってね、やっちゃってる。しかも自己承諾っていうか、まだ承諾得てないんだよね。そうですね、自己ですらない、はあ、なんか気をつけてください。冷や汗かいてきたわ。まずこの厚木の駅前のど真ん中の広い公園で撮ってること自体がね、ちょっとスリリングではありますけどね。まあそうですね、仲良し2人組でございます。まあじゃあ今日最終回かもしれないってことで、次回はい、はい、ここであ本当に龍神堂最終回、はい、もらいます、はい、はい、じゃあさよなら。